いいんじゃないですか、和やか。和やかでね。和やかで、バッチリ和やか。こんにちは。こんにちは。今日は映像メディア研究室の紹介をします。金子先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、初めにこの部屋の設備の紹介をお願いします。はい、はい、そうですね。この部屋は、撮影をしたり、動画を作ったりっていうためにいろいろな機材が置かれている部屋になっています。まあ事業的には今背中にあるようにまあ映像投影しつつ作品とかを上映したりするんだけども、カメラ回ったりしないでね、そのいろんな照明が連れていたり、まあ三脚を使って撮影するように実習室の設備をこう移動したりしながらいろんな事業内容に応えるように使っているところです。事業ではデジタル一眼レフを使った事業内容が多いですね。ですので、それなりの台数が縛られていて、それを使うことが、多いです。あとは4年生の事業でプロジェクションマッピングの事業があるので、小型のプロジェクターが、たくさんあります。それを使って作った映像を投影していくっていう事業を、したりしているので、まあ、プロジェクターどれですって見せて、まあ、ここを言うととか、こっちの方がそれっぽいかも。変わった釣り方をしてる人とか、まあ、こういうちょっと大きめのこういうのもあったりとかします。ちっちゃいのは本当に手に持てるぐらいとかもあるので、いろいろなものがあります。はい、続いて1年生から4年生までの映像の授業をざっくりと紹介お願いします。はい、1年生から4年生まで、まあ、各々に映像に絡んだ授業が用意されています。1年生の時はまあ、実習基礎という名前なんですけども、表現の基礎を考える上で、まあ、映像を使っていろんな勉強をしていくという科目があります。で2年生になると少し映像の専門分野というニュアンスが少し強くなってくる内容で、まあ、アニメーションの入門があったり、まあ、撮影の基礎みたいなことで、まあ、構図どうするというところから映像表現の幅を感じられるような授業内容を2年生では設定しています。で3年生になると、まあ、写真っていうことに肘を置いた科目が出てきたり、アニメーション作家の先生が持っている授業で、アニメーションの作り方から、作品制作に至るまでの内容をやるという授業があったり、します。今何年まで行ったっけ、3年生まで行ったのね。はい、そしたら、でも4年生になると、さっき言ったプロジェクションマッピングの授業をやったりしながら、今まで勉強したいろんな他の分野のものづくりの、まあ、造形力みたいなのを使いながら映像を使った、制作をするという内容の授業をやっていたり、します。映像の先生って金子先生がメインで、はいはい、あと非常勤の先生方が何名かいらっしゃるって感じなんですか。はいはい、そうですね、非常勤の先生は映像のメディアの研究室には3人いて、まあ、甲吾先生という、まあ、食文化系でドキュメンタリーとか、まあ、料理系で映像メディアを使っている先生が、ね、お一人いるのと、もう一人、脇本先生っていう、まあ、メディア芸術祭のディレクターをやってたりした、先生がいます。でもう一人そのアニメーションの、先生で水江先生という先生がいて、まあ、いろんな映画祭に出品している、まあ、その世界では著名な人がいたりします。はい、まあ、先人は僕が一人というところになっています。まあ、あと助教さんが一人いて、そういうような構成でやっています。まあ、例えばこれがそのアニメーションの、授業が、提出された作品の、一つの例だったりします。これはゼミで、プロジェクションマッピングの入門みたいな形で、自分の写真を自分に投影してセルフポートレートを撮ろうというようなことで、プロジェクションと、まあ、ポートレートの合作みたいな作品だったりします。まあ、3年生の授業、これは、まあ、僕の課題だったんですけども、まあ、実写とこういった、まあ、フィギュアというか、ね、パペットアニメーションを組み合わせた、まあ、動画作りをするような課題を出していたり、ロトスコープと言われる実写をトレースしてそれがアニメーション化するような、まあ、課題を、やったりとかしています。3年生の、まあ、授業ではポートレート撮ったりとかね、意味合いを持ったオブジェクトを作ってそれを風景の中に配置して作るような授業があったり、したりとか、いろいろな課題で写真を考えるという授業をやっていたりします。で、まあ、4年生のそのメディアアートの授業では、まあ、プロジェクションマッピング、まあ、傘で投影したりということとか、自分で作ったオブジェに投影するというような授業があったりします。先生、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。次も見てください。次も見てください。
僕は版画もやってます。あ、そうだ。